ナミさんお疲れ様。今回も動画を送っていただきまして、ありがとうございます。タカさんとの動画のリレーね、すごい勢いで続いてますね。で、タカさん自身も、ものすごくね、学びが深くなったみたいで、塾のクオリティどんどん上がっていくんじゃないかなと思います。いやー、羨ましいなと思いながら、タカさんとのやりとり、本当にありがたくやらせてもらっております。<laughs> きっかけを作っていただいたのはナミさんなんで、この場を借りて、お礼を申し上げたいと思います。<laughs> えそして私たちが、重要なプラットフォームを使っているのが、YouTube ではあると思いますけども、 私何を書くそうね YouTube を始めて10年ぐらいになりますけども最初即可塾を立ち上げるために YouTube を使ったような気がするんですよ、まあ、その頃って今でいう、まあ、あのサンクスボタンとかねコミュニティって機能もなかったし当然収益化ってのもなかったと思うんですよ、まあ、その中でああやっぱり YouTube って動画が作れるっていいなみたいな感じでコツコツと始めてで塾生さんのサポートのためにね あのサポート動画を撮ってお送りするみたいなことを当初から繰り返していたんですよねもちろんマンツーマン動画ってのもやってましたけどもあのパソコンの操作が分かりませんとかソフトウェアのダウンロードが分かりませんみたいなのを自分のパソコンの上で動画キャプチャーして送るみたいなことをしていたんであの非常に分かりやすいということでね、えー、最初速っ軸塾の評判良かったわけなんですけどもまあ別に今は悪いとは思わないんですけどもね何が言いたいかっていうと気が付いたらチャンネル登録1000人とか2000人を超えていたんであの コミュニティ機能とかね、サンクスボタンって、その後どんどんついていったと思いますけども、あのー、基本的にね、チャンネル登録者数を追っかけたことってのはないんですよね。えー、自分が意識した時には、あ、チャンネル登録1000人以上なんだ。あ、とっくにあるな、みたいな感じとかね。サンクスボタンっていうのがあるんだ。あ、もうとっくに自分は満たしてるな、とかね。それからコミュニティっていうのも、あ、これ使える人と使えない人がいるんだっていうのも、今回初めて知りました。本当に。うん。だからね、多分、 YouTube もこれからいろんな機能がついてくると思いますけども先行者利益というのかどういうのか既に一定の基準を満たしているとそういう人は新しい機能があのバージョンアップされてもすぐ使えるしでも今から始める人とか新しいチャンネルを開設するとまずそこを目指すってことになるのかなと思うんですよで先行者利益ってのは何なのかなといつも感じていたんですけどもあの YouTube がリリースした機能がもうすぐ使えるっていうのはこれは あの最初から差をつけられることでまあ有利なことだなと思いますよねだから私は思うんですけども一つ強いチャンネルを作っておいてでサブチャンネルをまあパラパラと作っていくみたいな形がいいのかなとで私もねこのメインのチャンネルっていうのは1万5千人ほどのこうやってチャンネル登録者数がいらっしゃるんですけどもでもサブチャンネルってあのたまに使えますけども500人もいないんですよだからなかなか伸びないんですよねそのサブチャンネルっていうのもアカウントが制限された時に仕方なく使ってるんで そっちの方がね育つかって言うと育ってないですしね。でも同時に今まっさらなゼロチャンネルを作ってそっからどのくらいの期間で1000人いくのかなとかね再生時間4000時間いくのかなっていうふうなレースをやってみるっていうのも面白いかなと。まさにあの自分のチャンネルを一から作ってみて1年以内に収益化するだろうかどうだろうかとかね、まあ、そういうふうなあの検証も面白いかなと思います。実はね YouTube の,その再生数とかチャンネル登録を増やす専門チャンネルっていうのがありまして名前忘れたんですけど若い方がそれをやってたんですよ。ほんでね、そういう企画やったんですよ。チャンネル登録を1ヶ月以内にこうしますみたいな宣言をして、で失敗したんですよね。<laughs> 失敗した結果、そのチャンネルなくなってしまいました。<laughs> だから本当にね、排水の陣でやったんだなと思いますよね。結構いいこと言ってる好きなチャンネルだったんですけどね。はい、ということで深夜の雑談、コソコソ話以上でございます。 明日もよろしくお願いします。